はい、速稼塾の久保です。今回はね、倒産しない方法で私なりに3つまとめてみました。吉谷さんもね、すごくいい点を3つまとめてくださったんですけども、そのアンサー動画として3つにまとめさせていただきます。まず1つ目はですね、家賃ですね。今こういう状況ですから、多くの方が苦しんでるのは売上が上がらない、お店を閉めないといけないのに、でも家賃はかかるってことですよね。やっぱ固定費の中で一番かかるのは家賃ですよ。だって閉店してたら電気代も水道代もほとんどかからないのに、家賃はずっとかかるじゃないですか。で、私自分でお店をやってきた時に思ったんですけども、家賃を毎月、私の場合は100万円払ってたんですね。毎月100万で、100万払ってるんですけども、営業時間は12時間なんですよ。で、半分の12時間は真っ暗闇で誰も入れない状態なんですよ。ってことは100万円払ってるけども、実際にはですね、半分しかその家賃となるテナントを使えてないんですよ。こんなもったいないことあるかなと思ったんで、私は営業してない12時間でそこで寝ることにしたんですよね。まあ、でもね、私ね、広島市中区本通りの2階のテナント借りてたんですよ。2階そこで100万ですよ。で、1階にコンビニがあったんですけども、家賃いくらって聞いたら151万だったらしいんですよ。で、そこは151万の固定費が払えずに、家賃が払えずに、ファミリーマートだったんですけどもね、出ていきました。いや、本来コンビニですらね、151万はしんどいですね、払えないんですよね。で、私2階でね、100万払いながら9年間もよくやったなと思いますよ。で、現在はですね、家賃は0円です。本当おめでとうございます。ここが家賃ですからね。だから、家賃に縛られて家賃を払うための仕事になってしまったら、これ本末転倒なんですよ。もう本来ね、売上の一部で家賃を払うって感じなんですよ。経費ですから。でも、その家賃を払うために、まずは、一生懸命しゃかり気にやらないといけないみたいなことになってしまうと、もうこれね、事業やらない方がいいってことになりますんで、一つ目、倒産しない方法、家賃がまあかからないってことですよね。ゼロ円ですね。家賃ゼロ円が当たり前だと私は思います。で、立地のいいところと悪いところあるじゃないですか。私はね、立地が悪くても家賃の安い方を選んだ方がいいと思いますね。で、もともとね、立地が良くって高い家賃が払える商売って、立地が良くなければダメ、要するにビジネスマンの力がないってことなんですよ。で、私はこの今ね、家賃払ってないですけども、この家の前、1日に3人ぐらいしか人は通らないんですよ。でも、その3人の人が私のところに来てね、こんにちはって言って商品買うことはありません。全くありません。でも、ちゃんと毎月毎月コンスタントに売り上げ上げてるわけですよ。セールだし、セールスもしてないのにね。びっくりしますよ、私がどんだけ売り上げ上げてるか。今ね、資産表が明日、広報に行くんで、資産表まとめたんですけども、こんなに、もう後でまたお話しますね。で、2つ目です。2つ目、倒産しない方法なんですけども、これはね、雇用しないことなんですよ。人を雇ったらそれは倒産に向かいます。だいたい自分で稼げない人が雇ってくださいって来るわけなんですよ。本当にね、ひどい言い方ですけども。だから雇われたい人を雇ってしまったら終わりなんですよ。で、人を雇うとね、なんですかね、給料が発生するっていうだけならまだいいんですよ。人を雇うと、その雇った人に対して、なぜか創業者っていうのは、そのね、雇った人にですね、教育しなければいけないんですよ。こんなバカな話じゃないですよね。だって、働きたいです、雇ってくださいって来て、その人は会社の売り上げに貢献できないんですよ。だから、コストをかけて教育しないといけないんですよ。もうだからね、よくね、車は、なんていうんですかね、消耗品だとかね、負債だっていう言い方あるじゃないですか。車を買うと、買った瞬間からずっとコストがかかっていくみたいな。人間も同じで、はっきり言って人を雇ったらね、雇った時にもお金はかかるんですよ。給料というお金もかかるんですよ。プラス教育しないといけないってコストがかかるんですよね。これね、勝手に育ってくれる人ならいいんですけども、育ってくれないんですよ。ほとんど育ってくれないです。勝手に育つ、自習してくれる人ってのは、もうすでに人に雇われたいなんて思わないんで、もう一人でやってるわけなんですよ。だから人を募集するときって、本当に甘ちゃんっていうかね、甘えんぼさんしか来ないんで、私はもう人を雇うことはね、もうしないと思いますね。で、あとね、人を雇うと教育をしなければならないってのに加えて、もう一個ね、なぜかね、ご機嫌取らないといけないんですよ。これはね、雇われた人が、いや、それはね、違いますよと。雇われた方が上司とか社長に対して、もうごますったり、ご機嫌取ったりとか、話を合わせたりして、やりにくいんですよって意見があると思いますけども、違う、その上を超えてご機嫌を取ってるんですよ。先輩とかね、それから上司とか創業者っていうのは、雇った人に対して法的にむちゃくちゃ弱いんですよ、雇ってしまうと。で、しかも雇った人に対しては、給料の2倍ぐらいのコストを裏でかけてますからね。もう散々な目に遭います、人を雇うと。昔は一人でできる仕事があんまりなかったんで、100人とか200人で、工場の生産ラインを動かして集団でやる仕事しかなかったんですよ。
お弁当屋さんだってね、食品を扱う仕事だって、それは今でもそうですけども、結構な人数でやらないといけなかったんですよ。だからそういうところはちょっと違いますけども、今一人でなくてもできる仕事ってのは結構あるんですよね。でその仕事を、まあ、人を雇ってしまうっていうのはまあないと思いますけども、ここはねビジネスを選ぶときにどっちを選ぶかになってきます。人を雇わなければならない仕事をしてしまうと、これは倒産に近づきます。相当力がないと私は無理ですね。で人を雇わなくてもできる仕事をに最初からビジネスっていうのは向かうべきなんですよ、ね、人を雇わない、全然雇わない、自分だけみたいなやつですね。これが2つ目ですよね。で3つ目なんですけども、これは吉谷さんと大きく違うんですけども、私はね、あ、同じか、同じですね。私はねストック型の仕事をしましょうってことですね。3点目はストック型の仕事の対語っていうのはフローっていう仕事です。フローって流れてしまうんですよ。これどういうことかっていうと、ストック型の仕事っていうのはまさにこの YouTube なんですよ。今日私 YouTube を放送しますよね。でリアルタイムで放送を見れなかった方っていうのは次の日見てもいいし、来年見てもいいし、10年後に見てもいいんですよ。動画から得られる効果は一緒です。でもこれね、フローの仕事はどういうことかっていうと、こういうふうに録画としてストックされないんですよ。要するに、おいでおいで話するよって言って話して、でその場にいなかった人に対して伝えようと思ったらもう一回伝えないといけないんですよね。ですから私がいつまでも拘束されるわけなんですよ。で同じ時間に同じ場所にいないといけないっていうお互いの拘束もあるんですよ。でここに無駄なコストが発生するわけなんですよね。だから私はストック型の仕事って言って、いつでも録画なりね記録なりをしておいて、受け取りたい人、情報を受け取りたい人は、そのいわゆるね、受け取るべき手順を繰り返すことによって、発信者がそこにいなくても、発信者が別のことをしてても受け取れるような形にしないといけないかなと思うんですよ。まあ、ちょっと前で言ったらブログとかっていうのもありますよね。ウェブ上にブログという記事を書くことによって、その記事を書いた瞬間に見なくても、それが数日後でも数週間後でも数年後でも同じ効果が得れるっていう形にするってことですよね。だそういう意味で私はね、この3つを全てね満たす YouTube ってのをやってるわけなんですよ。 YouTube ってのはね、前回もお話しましたけども、カメラの前で喋るだけ、それ以外のことってないんですよ。本当にないんですよ。だから多分ね、この動画見てらっしゃる方でお金のことに興味があって、お金がなかなか稼げないなとか、お金をもっと稼ぎたいなと思ってる人、多分ねこの YouTube 以外の方法で一生懸命やろうとしてるんですよね。そっちの方が労力がかかって見入れが少ないんですよ。どう考えてもこのカメラの前で喋る、たったこれだけですよ。あなたの仕事なのにカメラの前で喋ってます、終わり。でこんないい仕事ないですよ。でこれをやることなんですよ、倒産しない仕事は。他のものは倒産に向かうんですよ。はっきり言ってカメラの前で喋るって、仮に会社が倒産してもできますからね。倒産してもできるみたいなね。だから倒産に向かわない仕事なんだけど、それでも万が一倒産しても同じことができるわけなんですよ。倒産の経験を喋るみたいな。で私ね、ある塾生さん、ちょっと名前を出すのはね今のところやめときますけども、本人許可取れてないんで、その速稼塾に入って、本当にねお金がなくって、でビジネスの教育もしたんですけど間に合わなくって、自己破産した方がいるんですよね。何人か自己破産したんですけども、同じ方法で立ち直ってるんですよ。それ何かっていうと、自己破産をする手続き、自己破産をした後の暮らしっていうのでコンテンツを発信してもらったんですよ。まあ YouTube で喋るだけなんですけどねそうすると、倒産に向かう人が倒産したらどうなるんだろう、倒産する時の手続きってなんだろうっていうふうに、倒産直前の人って興味を持つんですよね。まあその中で私が一番最初にね、その倒産のコンテンツ作るときに絶対これを入れてくれってお話したのは、お金がないことっていうのは死ななくてもいいんですよと。お金っていうのは人間が作ったものなんだから、人間がまたね取り返すことができると。でも命っていうのは人間が作れないんで、失ったらもう終わりなんですよと。だから本当に資金的にきついとかね、会社の従業員に給料払いでないとか、それから家族を養うお金がなくなっちゃった、でも思い詰めないでいいんですよと。それは人生の中で何回かある失敗のうちの一つなんだと。でその失敗した経験をもとにね、いくらでも復活できるんだけども、失敗した時に自分でそこで終わりにしてしまうとゲームオーバーなんですよ。死んだらもうそこで終わりなんですよね。でもね、ビジネスマンっていうのは死にさえしなければいつでもチャンスを見つけることができるんですよ。なぜならビジネスによって状態を復活させた人がいっぱいいるわけじゃないですか。その人に出会えることによって全然逆転可能なんですよ。リベンジ可能なんですよ。それこそ成功者っていうのはね、何回か倒産状態に陥ってるのが当たり前ぐらいのもんなんですよ。成功した時に、私も倒産の経験がありましたとかね、破産したことが2回ありますとか、家族とも1回別れましたみたいな経験があることがより成功を引き立てるんで、そう思ってですね、もう何回転げてもやっぱり
トライしてもらいたいと、そういうことを倒産のコンテンツの一番最初に入れてくれっていうふうにお話して台本を書いたりね、対談をしたりとかしてるわけなんですけども、これがね多くの人に受けたわけなんですよ。あれがなかったらもしかしたら自分は首を食ったかもしれないとか、あれがなかったら失踪してね蒸発したかもしれないみたいなことを後でね、すごくね励まされたっていうふうなご意見いただいて、その方はますますね自分のコンテンツを売ることに、まあ進めたわけなんですよ。しかも倒産した者同士なんで、まあ、話が合うということでね、少ない人数のコミュニティらしいんですけども、ものすごく順調にいって、で倒産した後もねちゃんと新しいビジネスとか仕事を見つけて、まあ、生活を立て直してるってことを聞くとね、私も本当に良かったなと思います。ということで何が言いたいかというと、大きな失敗をしてもそれをねビジネスのネタにできるんですよ。なぜなら倒産した経験がない人に対しては、倒産したっていう経験がものすごくね価値を生むわけなんですよね。だからそういうこともありますんで、全然諦める必要がないと思います。いろいろと申し上げましたけども、まとめますと、倒産しない方法3つですよね。まずは家賃がかからないことをやりましょう。家賃がかからないことね、で2つ目なんですけども、雇用はしないでください。人を雇ったら教育もしないといけないし、ご機嫌も取らないといけないし、もうめちゃくちゃです。人を雇っちゃダメです。はい、3つ目なんですけども、ストック型の仕事をしてください。やればやるほど積み上がっていくもの、昨日やったことも今日その続きからできることとかね、10年前にやったことが今日も使えることっていうのをやっていきましょう。フロー型の仕事っていうのは、今日店舗に出たらその給料はもらえた、でも次の日出勤しないと給料はゼロみたいなことは、これフロー型の仕事って言って、どん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 ね流れてしまうんですよ。こういうのは時間がすごくもったいないんで、必ずですねこのストック型の仕事っていうのを狙った方がいいと思います。今思いつかないっていう方でもね、もうこの3点を守ってください。固定費がかかるんだったらもうやらない、人を雇わないといけないんだったらもうやらない、でもうストック型の仕事じゃないんだったらやらない、もうこれはねこの3点が揃わないんだったら生活保護に行ってください。生活保護に行って落ち着いて、もう生活を立て直すための準備をした方が私は絶対いいと思います。まあ、ちなみに生活保護のね、なんですか、私やったことがないんで、生活保護について発信している生活保護YouTuber のね、あやさーちゃんっていうのがいますんでね、あやさーちゃんに生活保護に対してのことは聞いてください。むちゃくちゃ苦しいらしいです、それはそれで。はい、では以上です。ありがとうございます。